こんにちは速化塾の久保です今日はですね平等や公平や法律こういったものは格差を拡大するというねちょっとこう意外なお話を一つのえ漫画の一コマを取ってねお話したいと思いますちょっと画面を切り替えてもらっていいですかはいえただ私読みますので読んだら終わりますそれぞれお考えいただければと思いますお父さんがこう言います 例えば、橋の下で眠ってはいけないという法律があるとして、これを守らない者は誰でも、どんなお金持ちの人でも、どんなに立派な仕事をしている人でも、それにどんな素敵な美人でもね、みんな罰されるんだと決められているとしたら、どう平等だと思う子供はこう答えます。うん。そういうのっていいと思うよ、僕。特別な人たちだけ許されるんじゃ頭に来るもの。お父さんは、聞き方を変えます。そうじゃあ、こう聞いたら、 けれど実際橋の下なんかで眠らなければならないのはとても貧しい人たちでだからこの法律は弱い人たちをさらにいじめるのに役立つだけなんだともう一度さっきのようにすぐ「平等だ」と答えられるかいマックス。